なかなか強くなったみたいだな。こんなところで何してるんですか。仕事を持ってきた。丁重にお断りします。いいのか。このままだと秋葉原が大変なことになるぞ。どういうことでしょうか。正体不明の敵が現れ、だからさっさと倒してこい。正体不明だと。そいつはどこにいるの。この秋葉原のどこかにいる。きっと誰かに乗り移っているだろうな。しつこく話しかければきっとその正体を表すだろう。じゃああとはよろしく。どうするんだ橘。嫌な予感しかしないけど。だからって放っておけないわね。朝日、探してみましょう。もうしつこいにゃ。一体ミケに何の用にゃ。いや、用ってわけじゃないんだけど。にゃにゃにゃ。よく気づいたな、ミケ。待って、様子がおかしいわ。だがまだ知らぬだろう。この世界に残された名もなき妄想も。あ、おい。待って、アサヒ。もしかしたら彼女がシャレ子さんの言ってた。この秋葉原のどこかにいる。きっと誰かに乗り移っているだろうな。しつこく話しかければきっとその正体を表すだろう。それじゃあ、あいつが正体不明の敵ってことか。その可能性はあるんじゃないかな。だったら彼女を探しましょう。正体不明の敵にたどり着けるかもしれないわ。見たことない扉ね。これも妄想宮の入り口なのかしら。ああ、名もなき妄想だろう。誰もこの扉に気づいちゃいない。それじゃあミケはこの中に。追いかけましょう。だがあまりにも正体不明だ。もし行くというのなら相応の準備をしておくんだ。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。ここは一体。名もなき妄想宮。名前の通り、随分とシンプルじゃねえか。個性が感じられないわ。この奥には、何が待っているの。扉を進むっち。敵を発見っち。これでも敵は3体っち。先生でも油断されてっち。かかってこいよ。まだまだ。ゲージたまってるっち。クリマティンボードの発掘よし。今残り2体っち。みんな頑張れっち。その人十分準備でなかなかやるっち。発見地、逃げるなら今っち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち、オイラは戦いたくねっち。ここまでたどり着けたのか。お前は一体誰なんだ。私は自分を知りたい。
一体私は誰なんだろうか。私たちが知ってるわけないじゃない。だとすれば答えはこの奥にあるんだろうか。ねえ、だったらミケちゃんの体を返して。彼女は無関係なのよね。いいだろう、彼女は器に過ぎない。にゃにゃ、大丈夫か。どうして私はここにいるにゃ。私が説明するわ。っていうか、どういうこと。全く意味わかんないんだけど。いや、その言葉をお前に返すよ。お、何が。なんで私に返されなきゃなんないの。ミケさんの言葉遣いが。なんだそのことか。にゃん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 、疲れるんだよね。だってここは誰にもわかんないんでしょ。それならキャラ作りする必要ないよね。時給いいから始めてみたけど、キャラ作り面倒になってきてたんだよね。プロ意識低。君たち客じゃないじゃん。だったらサービスする必要ないしね。っていうことで、ここで起きたことは内緒にしててね。オイラは口が軽いっち。あ、何このブサカは。ひどいっち。ピン君に違和感ってことは、乗っ取られた影響で妄想が分かるようになったのね。もう困ったな。そういうの信じないタイプなんだけど。だったらオイラたちと一緒に行くっち。あ、なんでよ。メイドさんなら大歓迎っち。ごめん無理。だって給料発生しないんでしょ。これが何かわかるっち。ボイスレコーダー全部録音したっち。ミケの本性バレちゃっち。ちょっと消しなさいよ。消して欲しかったらピン君様ご一行についてくるっち。ついてくって何するのよ。みんなを応援するっち。みんなのサポートをする簡単なお仕事っち。取引ってことね。応援はメイド精神が大切っち。だからちゃんとニャンをつけるっち。どうしてよ。バラされてもいいっち。それは。だったらピン君様ご一行に加わるっち。なあ、もうわかったわかったわよ。そうじゃないっち。わかったにゃんっち。わかったにゃ。これでいいかにゃ。よろしいっち。へ、これでいいのか。ごめん朝日、私がピン君の育て方を間違えたわ。だけど一人にしておくより僕たちと一緒にいた方が安心なんじゃないかな。ま、それもそうだな。それじゃあよろしくなミケ。仕方ないにゃ。とりあえず応援してやるにゃ。で、肝心の正体不明の敵は奥へと進んでいったみたいだが。追いかけて八つ咲きよ。そう焦んなって。一度表に戻ってからでも遅くはねえよ。いたぞ、あいつだ。正体不明の敵もこれで終わりだってことだね。手を抜くんじゃねえぞ。今までの奴らとは雰囲気が違う。みんな、行くぞ。敵は一人ぼっちっち。こんなの楽勝っち。これが本気だ。ミズキ、オラオラ攻めるっち。あ
先生。20ビートでなかなかやるっち。先ピーンと到達し
終わったのか。一体何だったのかしら。シャレ子さんに報告に行こうか。本当に倒すとはご苦労。何だったんだよあいつは。名もなき妄想だ。だからそれは何なんだよ。誰の中にでもあるだろう。もやもやしたそんな感情、正体のわからない不安、それがあいつだったんだよ。それがどうして。きっと寂しかったんだろうな。寂しい。名前がつくことのない感情、それは誰にも受け入れてもらうことはできなかった。だがあいつは確かに存在していた。誰の心の中にでもな。だからミケちゃんの体を乗っ取って自分を見つけてもらうために。それじゃあ俺たちが倒しちゃったら。安心しろ、あいつは最強だ。決して消えることはない。ほらそこを見てみろ。え、どうしてここに。決まってるだろう、闘技場に参加してもらうためだ。これからも思う存分戦ってくれていいぞ。ただし参加費は払え。あ、俺たちの頑張りって。